イギリスを拠点に活動する正体不明の芸術家バンクシーが15日写真共有アプリインスタグラムなどに新作を公表しました作品では家の中を思わせる実物のトイレをキャンバスにしてトイレットペーパーを散らかしたり便座を汚したりする複数のネズミが壁などに描かれていますまた作品の写真5枚とともに 私が自宅で働くのを妻はひどく嫌がるとのコメントが添えられていますイギリスメディアはバンクシーの自宅のトイレだと伝えていて多くの人が在宅勤務を強いられている現状を描いたとみられます